ますので、元気で先週に歌ったような賛美させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。また違う方はどうぞお越しください。ちょっと空に満ちているもの、世界とその中に罪者は主のものである。誠に主は海に血のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ちようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を主体求める人々、ヤコブである。おうよ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ以降の王が言ってこられる。栄光の音は誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。もうよ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ以降の王が言ってこられる。その栄光の音は誰か、万軍の主、これぞ栄光もよ。もうよ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ以降の王が言ってこられる。栄光の音は誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。もうよ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ以降の王が入ってこられる。その栄光の音は誰か、万軍の主、これぞ栄光の。アメン。主の名前を称えましょう。喜びの歌、大丈夫と神様の言葉があるなら大丈夫、いつでも心配いらない。目を閉じて心に描く未来を、喜ぼう、その時はもう始まってる。喜びの歌を、心から歌を、共にいる神様の無限の恵み。喜びの歌を、心から歌を、山も動くよ、神様が共に。
弱さの中隠されてる大きな力、いつかきっと時が来て栄光を表す。感謝しよう感謝しよう、どんな困難も神様の大きな奇跡の舞台、喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み、喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ神様が共にいる、もしる神の喜びの歌を心から歌おう、共にいる神様の無限の恵み、喜びの歌を心から歌おう、山も動くよ18番神は希望です。私の力ではなく主の手によって救いと癒し、奇跡の御業、神は希望、神の勝利、今この時あなたの皆栄光を全地に満ち渡れ、ハレルヤ、あなた喜びと感謝の歌を、ハレルヤ、生きている限り天に向かってあなたを褒め歌います。私の力ではなく主の手によって救いと癒し、奇跡の御業、神は希望、神の勝利、今この時あなたの皆栄光を全地に満ち渡れ、ハレルヤ、あなたに向かって喜びと感謝の歌を、ハレルヤ、生きている限り
天に向かってあなたを褒める歌いはハレルヤハレルヤ、あなたに向かって喜びと感謝の歌をハレルヤ、生きている限り天に向かってあなたを褒め歌います、あなたを褒め歌います。21番、確かにあなた方は今この時に受けたこの感謝と賛美のこの霊の継承、そして今受けているこのカリスマの働きにおけるこの継承は、
はっきりとリバイバルに向かっての道つないであることを覚えなさいと称されます。私が与えたこの恵みを十分に生かし、用いていきなさい。しあなた方一人一人を豊かに用い、またあなた方一人一人の人生のうちに豊かな祝福を表していこうと称されます。しあなた方一人一人の人生のうちに、大いなる計画と豊かな祝福を既に用意していることを覚えなさい。その神の言葉に、神の言葉に立って、聞き従って歩んでいきなさいと称されます。その時あなた方の人生のうちに、神の御業が表されていくようになると主は仰されます。それではもう一曲賛美を捧げていきたいと思います。喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、この困難もあの問題さえ祝福と恵みに変わる奇跡。喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、この困難もこの困難もあの問題さえ祝福と恵みに変わる奇跡。喜んでよ、笑顔でいいよ、神様がいるから大丈夫。喜んでる、輝いてる、主を喜ぶことは力だから、主を喜ぶことは力だから。アメシュシュナショヤ。愛するイエス様、この賛美の時を心から感謝いたします。また予言の言葉ありがとうございます。特別賛美ありがとうございます。今日集われたお一人一人をありがとうございます。またオンライン礼拝で共に礼拝をしているお一人一人を心から感謝いたします。今から御言葉に引こうとしております。どうか聖様が豊かに与えてくださり、今日必要な言葉をあなたが与え、豊かに導いてください。この時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。どうぞお座りください。